はですね、今日はですねスペシャルゲスト、はい、もう一方あらお呼びしようかななんて思ってますので、なるほど、よろしいですか。誰ですか。じゃあそれではお呼びしたいと思います、はい、この方です。どうぞ。旬の竹野内豊さんです。あっさん、これはほんま、ちょっとちょっと、どうもどうも、どうぞ。竹野内さん、ご無沙汰しております。どうぞどうぞ、真ん中へどうぞ。真ん中に、真ん中にどうぞ。ご無沙汰しております。その説はどうも。僕たちの前説感半端ないじゃないですか。いや、みんなのワーキャーすごいね。こんな出るんだ、声が。突き出しとはこんな顔。いや、ほんま、いや、聞いてなかった。いや、聞いてませんよ、思ってた。仕事やな。さあ、改めまして、主演の竹野内豊さんです。はじめまして。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。これ全然違いますよ。 おっさん起きた。フラッシュの量も全然違う。我々でも起きなかったおっさんが。おっさん俺ら二人やったら寝てたくせに今起きたな。海岸しましたよ、おっさんが。おっさんがやっと起きた。竹野内さん、何やあのおっさん。一番いい席取ってると思ったこのね、うん、瞬間待ってた。これはもう驚きですね。ありがたいサプライズですね、皆さん。ですよ、皆さん。ちょっと本当に本当に、まあ、村本君は、竹野内さんとは絡んで、スタンバイついてます、一緒にね、はい、やらせていただきました、一緒に。そうですよね、はい、どうでした、あの村本君の演技というか雰囲気というかは。いや、初めてだったんですよね、はい、初めての映画です。初めてドラマもやったことです。もう初めて演技するの初めて。演技するの初めて。おら、すいません、中山さんの声大きめで。エッチの時だけですよね、演技するのは。え、どうしました。なんて竹野さんにお返しします。返すな、そこで。自信持って、ちゃんと。ちょっと、あの、皆さんバビリに立ってくれてるんで、まあ、うん、そうじゃないと写真がちょっとうまく収まらない。いや、初めて動くんですよね、みんなね、どうしても芸人さん。そうやね、役者さんでこうやってずっと立って喋れますよね。はい、もう絶対無理やもんな。絶対動きますね、みんな。バミのここそこに立ってくださいって言われて、やっぱ動いちゃいけないのかなって。あんまり関係ないんですかね。動いちゃっていいんですか。関係ない、動いてみてください。動いていいと思うんですよね、うん、だからすごいな、役者さん。やっぱな、その、うん、いや、僕の演技はどうやったんですか。その話実際どうです。竹野内さん、じっとするのはいいんですよ。僕の演技は、村本さんの演技というのは、ね、プロに。いや、あの、初めてだと私聞いたんで、はい、ちょっと、はい、もう初めてだとは思えないような。ええ、ああ、ほら、ちょっとびっくりして。あ、そうですか。いや、だから、せいさんです、見ました。違う、だから、はい、ええ、もちろん気遣いの方やから、恥かかさないように聞くこと言うてくれたはず。今も優しく包んでくれてると。こんなもんがうまいわけあれへんから、こんなもん。いや、僕も四流芸人。そうですよね。などっちがうまかったか、ちょっとこの小手先ゴリラと、小手先ゴリラと思いますが。誰が小手先ゴリラ。ちょっと言ってください。竹野さん、言ったってください、あの男に。先輩やからって、なんか先から言ってくるんですわ。うまいとか下手とか、なんか全然ほら、全くこう違う。違いますよね。はい。政治者と絡んでないですもんね、現場では。まあでも、はい、どちらかというと、あの、千原さんの方が、はい、そりゃそうやそりゃそう、そりゃそうよ。ちょっと、あの時食べた炊き出し戻そう。最低な、最低な。なんで戻さなあかんねん。なんで戻さなあかんねん。でも今、ね、あの、ご覧になられる前だから、はい、どのくらい、どこまでしたらいいか。そうなんですよね、難しいんですよね、こういうのって。どれぐらい喋って、これから見ますから、皆さん本当楽しみにしておりますから、はい、だからどんな役かというのもちょっと言ってしまうとちょっと先入観で。そうですね。あ、そうか。言いたいことはあるんですけど、はい、え、ちょっと気になります、言ってくださいよ。いや、絶対そう言ったら先入観でこう、やっぱそうやで、だからシリアスなシーンで笑ってもうたりとかしてまうか分からない。ああ、そっか。それはフリになって、それが、まあ、こういう時じゃないと聞けないじゃないですか。それは聞きたいな、せっかくこういう時ぐらいいいんじゃないね、お客さんね、せっかくこう特別にね。そう、僕気になりますもん、それ。なんですか、なんか、何、じゃあ行けそうな範囲で。あの時村本君が着てた服はどこで買ったのとか、そういうあるんですか。いや、そんな興味あるか。誰が興味あんねん。ちょっとお願いします。でも、あの、なんていうのかな、こう、怖、ちょっと不気味でしたよね。不気味は不気味です、すごい。役柄的にも、うん、本人も不気味なとこありますから。こうね、本当にこう何考えてるか分かんないっていう、はい、うん、そういう役がぴったりでしたということは。だからこの間、ストーカーをやられてるって言ってたんで。ストーカーをやられてるね。じゃあやられたんです。やってるんじゃないですよ、私は。高野さん、ストーカーをやってるじゃん。高野さん
ちょっとストーカーをやらストーカーをされてされそうそうですよ。そうですよ。あれな何が俺ペンが走り出したんでやめてください。全然違いますね。それペンがボルトみたいに走り出したんで。俺アフリカにおったからあんまようわからへんねんけど。なんでアフリカおってん？なんでアフリカいたんすか？アフリカおったからようわからん。なストーカーなんでされて嫌な？ストーカーされて嫌な？うん。なんで嫌な？ストーカーされて嫌な。あだから なんでそんなん訴えたん？いや訴えたというか、なんかこう、まあなんか、まあ、この話だと、まあ、短くパッと短くいきますよ、こんなね、この、うん、なんで訴えた？誤解ないように言いますけど、なんかこう、なんかこう、過激なファンとかじゃないんですよね。まあ、ちょっとこう、ちょっと変わってらっしゃるというか、ちょっとやばめの。ああ、そうな。そうそうなんですよ。なんかこう、家に狐の面かぶってやってくる。夜中にね。夜中に狐の面かぶってやってきて、で、家の周りをなんかこう、あのカメラで撮影してたりしてたんですよ。家にそのビデオがいっぱいあった。ちょっとこうね、あの、笑えない感じのね、本当に、あの映画の中身が可愛く見えるぐらいの、まあ、狂気的なもうやばいやつなんです。だからそこからインスパイアされてこの役を演じたんですよね。そうです、そうです、その、でもよかった役作りにつながったから、まあ、役作りにつながった、まあ、結局つながったかどうか分かんないですけど、その人のおかげやん。その人のおかげでやんまね。でもその人のおかげでな、映画もうまいことできてよかったやんか、はい、お前ありがとうやんけ。でも竹野内さんは、はい、あの村本がやってたと思ったんですよね、ストーカーを。あのデレバスここいませんよ私。それそう思ってしまってました。これ絶対記事になるやつやん。